ね。俺も初めて芸術作品を身近で見たけど面白いね。ですが良かったのですか？最初は美術館で。なんで？やっぱりパトさんも若いですし、ショッピングモールとか賑やかなところが良かったりするのかなぁと。そうだね。でもつくよみさんって体あまり強くないよね。だからできる限り空調が効いた落ち着いた場所の方がいいかなってね。すいません、気を使わせてしまって。気にしないで、俺も普段こういう場所に来ないからちょうど良かったよ。正直、あの公園のベンチに居続けたら倒れそうだったし。あ、パトさん、今日はすごくいい天気ですね。ねえ、つくよみさん、さっきから顔赤いけど大丈夫。は、はい、少しのぼせてますけど問題ありません。気にしないで大丈夫ですよ。これ、軽い熱中症になってない。とりあえず暑いしベンチじゃなくてどこか空調の効いた場所に行こう。パトさんがご迷惑でなければ。よし、行こう。すぐ行こう。すいません、ご迷惑をおかけして。まあまあ、俺も体が弱いってことを知ってたのに考慮できなかったし。せっかくだし少し休憩したら美術館を回ろうよ。ここなら人混みもないし落ち着いて過ごせるしね。失敗したな。まさか今日がこんなに安いとは思いませんでした。パトさんにも気を使わせましたし、ここから楽しんでもらわないとですよね。しくじった。まさかここまで拒絶体質だとは思わなかった。ここからは挽回しないと、とりあえず体調を悪くさせないようにしないと。どう？調子は戻った。はい、さっきよりかは良くなりました。よければ次の部屋に行きます。パトさんにつまらないと思われないようにしないと。つくよみさんに楽しんでもらわないと。さて、追っ手と追っ手のデートだとここまで発展しないんだね。メリアさんからパトの監視を頼まれたからやってるけど、いざし考慮の途切れ自体ね。今は互いに気を使ってるから遠慮の塊だな。大丈夫かな。結局ショッピングモールに来たけど道中大丈夫だった。はい、パトさんが日陰を選んでくれたおかげで大丈夫です。本当は少しめまいがしますけど。見た感じ結構移動で疲れてそうだし、どこか休憩できたらいいんだけど。つくよみさんって普段はショッピングとかしたりするの？そうですね、お恥ずかしながら私は基本ネットでしか買わないんですよ。そうなんだ。やっぱりここまで来るのはきつい。そうですね、ギリギリ学校までの距離でも結構疲れたりしちゃいますので。そうなんだ、ならさっきの移動で疲れてるだろうし近くのカフェにでも行こうよ。時間も時間だしそのままお昼でもどう？いいですね。普段外食なんてできないのですっごく楽しみです。よし、今のはかなり良い反応だぞ。このままカフェに行こうだ。カフェなら休憩もできますし、お食事も一緒に楽しめる。そこならパトさんを楽しませることができるかもですね。ふふ、パトも調子が出てきたって感じだね。そもそも若者は賑やかなところに行かないと、まずは明るい場所に行かないと明るい話題を作れない。恋のドラゴンの教えだよ。まあまあ、あそこにポケモントレーナーがいるよ。こら、見ちゃいけません。そういえば、なんでカナちゃんを、パト君の監視に、選んだの？それは簡単ですよ。カナはご主人の思考を読めるからです。カナはご主人の思考を理解しているから嫉妬しないんです。完全に自分が愛されていると確信していますからね。それは多分、カナちゃんがそういう性格ってだけじゃ、ないかな。さてさて、交換奴隷からの攻略をどうするかな。ベルゼデに見つけた技術の本領発揮をするときだよ、パト。なんかどこかで何か言われてる気がする。パトさんどうしました？いや、なんでもないよ、つくよみさん。つくよみではなくて下の名前でいいですよ。私もパトさんって呼ばせていただいてますし。いや、その、どうしたんですか？下の名前で呼ぶのって、恥ずかしいなってさ。ごめん、実は俺つくよみさんが思ってるほど女子に耐性ないんです。本当はつくよみさんが楽しめるようにエスコートしようと頑張ってたんだけど、俺普段からそういうの慣れてなかったから。あはははは。どうしたの、つくよみさん。いえ、なんかすごく安心してしまって。私もパトさんは女性慣れしているからせめてつまらないと思われないようにって気を使ってまして。そうだったんだ。なんか互いに変に気を使ってたね。そうですね。どうせなら今からお互い気を使わずに話してみますか。そうだね。ここなら涼しいからゆっくりできるし。パトさんって思ってたより話しやすい人なんだな。それに私と少し似てる。なんか共感できるところあるんですよね。よしよし、お互い少し心を開いた。これで結構距離を縮めれたね。まあまあ、変な人がいるよ。発想版必要かしら。とりあえずこの調子なら問題なくデートは完遂できそうだね。夕方になったら外でも涼しくなってきたね。そうですね。でもパトさんの話を聞いていたらすごく羨ましいです。羨ましい。私は生まれてからずっと体が弱くて、日常生活でも少し歩いただけで息が上がってしまうほどなんです。
だからトトさんみたいにいろんな国や地域、世界に行くっていう経験がすごく魅力的なんです。つくよみさんは今まで旅行とかしたことないの？一度だけ学校の修学旅行でありましたけど、すぐに体調を崩してしまって、それから遠出はしてません。友達と遊ぶにしても常に静かな室内だからどんどん誘われなくなって、気づいたら一人で空いた時間は読書か勉強しかしていませんでした。そっか、つくよみさんはそれでよかったの。私にとってはそれが普通だったから。普通でも辛かったり、寂しかったりするんじゃないの？いえ、それは、俺は会うよ、明日も、明後日も。ですけど私は明日からまた学校で。ならこの放課後、この時間にまたここで話そうよ。せっかく仲良くなれたんだし、それにつくよみさんに聞いてほしい話もいっぱいあるしね。パトさん。つくよみさんはどうかな、明日。はい、大丈夫です。ならまたここで待ち合わせをしよう。明日も俺が経験してきた世界のことを話してあげるよ。はい、楽しみにしてますね。それじゃあ今日はこれくらいにして帰ろうか。あまり遅くなるとつくよみさんも辛いだろうし。ありがとうございます。すいません、わざわざ家の前まで送ってもらって。大丈夫だよ。それじゃあまたね。ことかさん。いざ呼ばれると恥ずかしいものですね。今日は楽しかったです。また明日もお願いしますね。パトさん。ふう、恥ずかしかったー。むちゃくちゃ恥ずかしかったー。今日は楽しかったです。また明日もお願いしますね。よし、明日も誘えたぞ。そろそろ出てきなよかな。やっぱり気づいてたんだ。まあ、気づくなっていうのが無理な話だな。どうしたの？顔が真っ赤だけど。パパがさっきまで照れてたせいで私まで照れてるんだよー。恥ずかしい、名前呼んだだけでまさかここまでドキドキするものなの。俺の思考を共有しているから全部バレてるのか。いやー、これは私の体力も持たないわー。明日からは控えるね。どっちにしろ思考がリンクしているんだから意味ないじゃん。でも直接見るよりかはマシだよ。まったくパパがやってたジェルゲイとは格が違うねー。今それを出して比べるのはやめてくれませんかね、かなさんや。とりあえず俺たちも帰ろう。明日はことかさんも学校だし、昼は鍛錬ができる。そうだね、私も今日はずっと監視で鍛錬できなかったし、明日は頑張ろう。はぁ、疲れたー。疲れたって言ってる割には幸せそうな顔してるじゃない。まあまあ、結果は共同だった。今日はソフィアちゃんとの実践がメインだったわね。ソフィアちゃんと実践すると毎回感覚がおかしくなるのよね。それはわかるな。さすがは異質異能、常識外れだよ、まったく。それでお風呂にする？先にご飯。結果はもうお風呂に入ったの。まあね、夏だし、運動したわけだから汗で気持ち悪かったから先に入ったわ。なら俺も先にお風呂入ろっと。タオルと着替えは脱衣所に置いてるからそのまま入って大丈夫よ。あ、服はちゃんとカゴに入れておいてね。そのままコインランドリーに持っていくから。はーい。もう、気が抜けたらいつものパトね。さて、パトがお風呂に入っている間に洗濯してホテルレストランに行く準備しておかないと。そ、最低野郎じゃないか。日中ではことかさんと楽しく遊んで、夜はせっかたちに甘えて過ごす。メディアやみんなはそれを良しとするけど、俺からしたら自己嫌悪に押しつぶされそうだ。俺がことかさんを口説く資格なんてない。あんないい子にはもっとことかさんだけを愛してくれる、そんな人が必要なんだ。俺は、そんな資格なんて。せっかは我慢しているんだ。ずっと。嬉しいって思った、可愛いと思った、楽しいって思った、一緒にいてあげたいって思った、守ってあげたいって思った。こんなの、裏切り行為じゃないか。俺は、セッカやメリア、かな、ハフ、ソフィア同様ことかさんを愛せるのか。こんな負い目と自己嫌悪だらけの俺なんかが、愛していいのか。今日はすごく楽しかったです。本当、心の底から笑ったのは久しぶりだったかもしれませんね。最初は緊張してたけど、気づいたら気兼ねなく話せていた自分に今でも驚いています。明日、放課後にまたあの公園で。ふふ、楽しみですね。パトさんは思った以上に女の子慣れしてなかった。でもパトさんの周りにはたくさん女の人が増えていましたね。全国人、でしたよね。パトさんもあの方たちの距離感が近くてみんな仲良しさんでした。私は、パトさんにとって何番目なんですかね。はぁ、あ、帰ってきてからパトからあのことかちゃんの匂いがプンプンするわ。たく、よその女の匂いをつけてよくもまあ堂々と帰ってこれるもんだわ。私だってせっかくの東京なんだからパトとデートしたいっていうのに。あの泥棒猫ね、もし専属神にならなかったら港に沈めてやるんだから。むきー。むきー。荒れてますねー。ま、面白いからいっか。
ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回も動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。